私の名前はあけみ、25歳の会社員。私は短大を卒業後、今の百貨店に就職しました。夫のたかしとはその百貨店で出会いました。私が就職した当時、夫は本社に勤めていて、夫が新入社員の教育係を務めていました。夫の初対面の印象は、なんていうか、かなり真面目で、とにかく固い人だという感じ。新人に対してもいつも厳しく目を光らせていて、夫が目の前を通るたびにピリッとしていました。しかし仕事に関しては、さすが本社勤めのエリート社員だけあって、業務に関する指示は完璧、指導の仕方もうまくて勉強になることばかりだった。プライベートでは仲良くなれなさそうだけど、上司としては頼りになる存在だなと思っていました。だからまさか結婚にまで発展するとは、この時は思ってもみなかったのです。ある日、私は仕事で大きな失敗をしてしまいました。ちょっとした見落としで会社に対して多大な損失を与えてしまったのです。当時まだ二十歳と若かった私は、このような失敗に耐えうる精神力を持ち合わせておらず、会社を辞めることでしか責任は取れないと考えていました。そんな時、私を救ってくれたのが上司だった夫です。夫は落ち込んで数日休みをもらっていた私の家まで来て、玄関先で励ましてくれました。まだ君は新入社員だ。失敗しない方がおかしいくらいだ。何のために僕のような教育係がいると思う？それは君たちが立派に育ってくれて、のびのびと仕事をしてもらえるように手助けをするためだ。失敗しない人間は強くはなれないし、成長もできない。責任は俺が取るから、いつまでも落ち込まずにまた元気な姿を見せて堂々と仕事をしなさい。私は思わず泣き崩れてしまいました。当時の夫のこの言葉のおかげで仕事に復帰することができたのです。それからというもの、私にとって夫は単なる上司から憧れの人というふうに映るようになりました。私は彼に早く認めてもらえるようにと必死で仕事を覚え、とにかく一生懸命働きました。そんな私を見て、彼は私をみんなの前で褒めてくれて、それが一層私をやる気にさせてくれました。そして私は2年ほどで、あっという間に勤めている百貨店の中でエースと呼ばれるほどに。それからは上司である夫と売り場についての意見を交わしたりと、二人だけで仕事をする時間が増えていき、だんだんと距離が近づいていきました。その後ある日、彼から告白され、私たちは付き合うことに。交際してから3年が経ってから、今度はプロポーズされ、結婚することになったのです。まさか5年という月日を経て彼と結婚することになるなんて、本当人生というのはどう転ぶかわからないものですね。その後、結婚を機にフルローンでマイホームを購入。夫婦揃って大手の百貨店に勤務していたからこそ、ローンの審査が通り購入できたのだと思います。私たちは新しい家にウキウキし、いつも幸せな日々を過ごしていました。結婚後も私たちは同じ会社で働き、職場のみんなからもおしどり夫婦だと言われ、羨ましがられるほどでした。私たちはもちろんそんな周りからの言葉を嬉しく思っていましたが、その分仕事がおろそかになったと言われないように、今まで以上に仕事に打ち込み、結果を残しました。そして去年の終わり頃、私はついに妊娠しました。大好きな夫との夫婦生活は楽しかったですが、ここにさらに新しい家族が加わるのだと思うと、なおさら嬉しく思い、幸せの絶頂にいるような気分でした。しかし一つだけ問題がありました。それは仕事についてです。当時
私はすでに5年も百貨店に勤めており、仕事ぶりもそれなりに評価されていたため、店舗のマネージャーを任されていました。こんな大事なポジションにいながら仕事を辞めて出産に専念してもいいものなのか、自分勝手すぎないかと、とても悩んでいました。しかしだんだんとOSOもひどくなっていき、タイムリミットが迫っていました。私は夫と話し合い、その結果退職することに。夫は会社に対して申し訳ないと落ち込んでいる私に、俺がお前の分まで働いて会社をサポートする、稼ぎだってもっと増やすし何の心配もいらない、お前は出産にだけ集中しろと、私が新人の時にミスをして落ち込んだ時に励ましてくれたあの日のように優しく声をかけてくれました。私はその夫の言葉でまたも肩の荷が下りて出産に専念できたのです。それから間もなく私は入院することになりました。本来なら入院は必要のない時期だったのですが、妊娠初期に出る症状があまりにひどく、念のため医師の目の届く範囲で様子を見ようということになったのです。入院中は一人の時間が多く少し寂しかったのですが、夫は忙しい中でも毎日様子を見に来てくれたので安心できました。その後3ヶ月ほどの入院生活を終え、私は退院することに。わざわざこの日のために有給を取ってくれた夫が車で迎えに来てくれて、私は久しぶりに我が家に帰ってきました。久しぶりの我が家はなんだか新鮮な感じがしたのですが、同時に違和感もありました。何かが違うと思い、しばらく家の中を見ていると、あることに気づきました。リビングにあった私の私物がなぜか全て私の部屋に移動されていたのです。私は疑問に思い、夫に聞いたのですが、夫は決まりが悪そうに曖昧に返事をするのみ。一体この反応は何なんだと思っていると、いきなりインターホンが鳴りました。こんな時に誰だろう、そう思い画面を見ると、そこには義母の姿が。あれ、なんでこんな時にと私は不思議に思いました。せっかく退院したばかりなのだから、今日くらいは夫婦水入らずで過ごしたかったのにとも思いました。しかし追い返すわけにもいかない。私が玄関を開けると、義母は私に挨拶もせずに、まるで自分の家であるかのように靴を脱ぎ捨てて今へと入っていきました。すると義母はそこでやっと私に気づいたのか、玄関の方から戻ってくる私を見て、あら、何あなた退院したの、聞いてないわよと言いました。あ、すいませんお母さん、報告が遅くなってしまって、無事に退院しました。義母はつまらなさそうな表情をしながら、もっと長く入院しててもよかったのにと吐き捨てるように言って、リビングでくつろぎ始めたのです。私は夫に近づき、どういうことと耳元で小さく聞きました。しかし夫は私の意図を汲み取ってくれなかったのか、ああ母さんはこうして最近よく家に来てるんだよと平然と答えました。こちらとしてはどうして義母が当たり前のように来てくつろいでいるんだと問い詰めたかったのですが、私は夫が鈍感なので直接義母に言うことにしました。あのお母さん、私退院したばかりなので今日くらいは夫婦水入らずで過ごしたいのですが。なあに、来たばかりの私に出て行けって言うの？まるでここがあなただけの家みたいな言い方ね。私は少しイラッとしました。その通りだからだ、私の家なんだよ、夫と二人で購入した夫婦の家なんだよと。義母は私が顔を一瞬しかめたのが目に入ったのか、何よその顔と突っかかってきました。あのね、ここはあなたの家であると同時に私たちの家でもあるのよ。
どういうことでしょうか。まったく頭の悪い人だね。私の息子が購入したものなんだから、家族である私たちのものでもあるってこと、わかった？ちょっと何言っているかわからないと突っ込みたくなるほど意味不明な主張だった。しかし私が言い返そうとすると、夫は割って入ってきて、あんまり母さんに文句言うなよ。お前が入院している間、家のことを全部やってくれたのは母さんなんだから、とあろうことか私を責め立てたのです。私は結局不完全燃焼のまま、それ以上言い返すのはやめました。せっかく退院したのに、また体調を崩して再入院になりたくなかったし、確かに義母が夫をサポートしていたのも事実だと思ったからだ。しかしその後も毎日のように義母は私たちの家へ家事をしにやってきていました。正直私は嫌だったのですが、臨月に入る頃にはまた入院をして義母に家事を任せなければいけなくなるので、何も言わないことにしていました。義母が頻繁に来ることはかなりのストレスでしたが、やっと臨月に入り、この生活から解放されることに。入院のための準備をしていたある日、義母はいつもより早く家にやってきました。本当こちらの都合も考えない人だなと思いながら、玄関のドアを開けると、そこには驚きの光景が。なんと義母の後ろには車いっぱいに積まれた荷物の山があったのです。お母さん、この荷物は何ですか？すると義母は、何を聞いているんだと言わんばかりに、引っ越しの荷物に決まってるじゃないか、とめんどくさそうに答えました。私はすぐに今にいる夫のもとへ駆けていき、どういうこと、聞いてないんだけど、と強めの口調で問いただしました。いや、まあそういうことだから、母さんたちが引っ越してくるんだ。はあ、聞いてないんだけど。っていうか今お母さんたちって言った？まさか他にも誰か引っ越してくるの？すると後ろから義母が口を挟みます。私と長女の家族3人が引っ越してきて同居するんだよ。もう決まったことなんだから、わーぎゃ言わないでくれる？夫も義母に同調し、そういうことだ、母さんに逆らうな、と冷たく言い放ちました。しかしそんなことで納得できるはずもありません。私は震えながら、なんでそんな大事なこと勝手に決めるの、と夫に問いただしました。するとまたしても後ろから義母が割って入ってきて、この前も言っただろう、息子の家なんだから私たち家族の家でもあるって、と叫びました。私はさすがにブチ切れてしまい、お母さんは黙っててください、私は夫に聞いているんです、と叫び返しました。義母は私に言い返されると思っていなかったのか、しばらく黙り込んでしまいました。私はその隙に夫と話すことに。同居だなんてどういうつもり？来月には子供だって生まれてくるのよ。この家は私たち家族で幸せに暮らすためだってあなた言ったわよね。私の問いかけに対し、夫から返ってきた言葉は信じられないものでした。何がいけないんだ、母さんも姉さんも俺の家族だろう。ここで一緒に暮らすのに何の問題もないはずだ。むしろ賑やかで楽しいじゃないか。それを楽しいと思えるのは二人と血のつながっているあなただけ。私にとってはいきなり他人が合計4人も一気に家にやってくるっていう状況なのよ。何をどう楽しいと思えばいいのよ。ああもううるさいな、ここは俺の家じゃないか。俺が家族を呼んで何が悪い？あなたまでそういうこと言い出すの。いい？ここは私とあなたが二人で買ったのよ。あなただけが何でも決めていいわけじゃないの。結局お互いが譲らないまま時間だけが過ぎていきました。夫が家族思いだということは認識していましたが、これはもう度を超えています。ここで初めて私は夫がありえないほどのマザコン&シスコンだということを知ったのです。
子供が生まれる前からこんな状態なら、これから家族として夫とやっていける自信が一気になくなりました。私はその場で決意し、夫にこう言ってやりました。わかったわ。あなたがお母さんとお姉さんの家族と同居すると言うなら、もうとやかく言いません。その代わり、私が出て行きます。そう言って私は一旦、外に出て行き、急いで市役所に離婚届を取りに行きました。そしてすぐに家に戻り、再び夫の前に立って離婚届を突きつけてやりました。もうあなたとなんてやっていけない、離婚しましょう。夫はまさかの離婚宣言に驚いていました。そして数秒ほど離婚届を前に固まっていたのですが、はっと気づいたように口を開き、こう言いました。お前、離婚なんてしてどうすんだよ。仕事もしていないのに子供を養っていけるのかよ。夫は痛いとこをついてやったと言わんばかりのドヤ顔で私を見てきました。その顔がなんだか義母にそっくりで、余計に腹が立ちました。いいから離婚届にサインして。夫は怒る私を鼻で笑いながら離婚届にサインしました。いいんだな、これで離婚はできる状態だが、困るのはお前だぞ。よし、やっと書いてくれた。ここから私が反撃する番だ。あなた、大事なこと忘れてない？私の父が賃貸経営をやってるってこと。ああ。つまり、住む家には困らないのよ。それにあなたから養育費ももらえるし。ああ、あと忘れるところだった。この家にあなたたち家族が住み続けるというのなら、この家の評価額の半分のお金を支払ってもらわないとね。え？夫は私の言葉によって自分の置かれている状況にやっと気づいたようだ。みるみる夫の顔が青ざめていく。じゃあもう会うことはないだろうけど、元気でね。あとは弁護士を通してやり取りしましょう。夫はよほどショックだったのか、放心状態でその場にへたり込んでいた。ちなみに横で私たちのやりとりを聞いていた義母も、夫が大金を支払わないといけないことを理解したのだろう。両手に引っ越し用の荷物を持ったまま固まっていた。私は二人を無視して家を後にした。その後はあっという間だった。離婚をして、財産分与をしてといった流れ。父は子供のためだと、自分が持っている空き部屋の中でもちょっといい高めの部屋に住ませてくれた。そして離婚時に得たお金のおかげで、私は出産後は働く必要がなく、子供との時間をたっぷりと作ることができた。生まれてきた子供はとても可愛くて、毎日一緒にいるのが楽しくて仕方なかった。ちなみに元夫についてだが、百貨店時代の同僚から面白い話を聞いた。あれから元夫はあの家で義母と義姉家族と住んでいるそうなのだが、まず義姉の子供がうるさかったり、義母と義姉の金遣いが荒くてどんどんお金がなくなったりと、辛労が絶えず職場でも疲れ切っていて覇気がない状態なんだとか。その結果ミスを多発するようにもなり、とうとう使えないやつというレッテルを貼られ、仕事の少ない窓際の部署に飛ばされたそうだ。しかも飛ばされた先での給料は前よりも低いため、さらに生活が苦しくなり、余計に精神的に辛い思いをすることになっているんだとか。本当、ざまあ見ろって感じだ。一方、私は2年ほどたっぷりと子供との時間を作った後、今までの仕事の経験を買われて別の大手の百貨店に就職することができた。給料は前働いていた時と同じくらいなのに、夕方早めに仕事を終えられるため、子供の送り迎えも問題なくできている。今はバリバリ働きながら子育ても一生懸命に取り組んでいる。あの時、元夫なんかいなくても自分で子供を育てることができると判断して
離婚を決意した自分を褒めてあげたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。